たまちゃん、どうした？そこでなんかいるの？そこに、うん、なんかいるのかな。なんだろう。早く出た。おめえか。風呂上がりだな。たまちゃん、くの字くの字、口がそらくんも大きくなっちゃって、ほら見てごらん。昔はこんなとこ絶対届かなかったから、君の唯一の場所だったのに。たまちゃん、こっち向いて。反応する。たまちゃん、お、どうした？腹減ったんじゃない？お腹空いた？それじゃ何かやってくれよ、たまに。ねえ、猫缶でもいいし。じゃあそこにあるのやりますか。手の上でやんないと食わないよ、たまちゃん。やだ、汚い。スプーンで取って、それちょっと手の上にで少しほぐしてあげてさ。メドインジャパン。それ俺100均で買ってきたの。100均？猫用に。もうほんのちょっとでいい。じゃあ俺の手の上に乗せて、もうちょっと小さくしてあげて、ちぎって、もっともっと。たまちゃん、どうぞ食べますか。食べてるね、たまちゃんね。顔が怖い。むせてるよ。俺がラーメン食った時に、うわっっていつもむせるよね。足が半分出てますよ。たまちゃん、なんか食べるね。もうちょっと食べよう。下から見て、たまちゃん。うわ、かわいそう。はいよ。ちょっと、タオルが。ちょっと近づきすぎない？もうちょっと上にしてやる。こんな姿勢。たまちゃんの食事風景です。たまちゃんは最近手の上に、ね、乗せてあげないとご飯を食べなくなってしまいました。この理由は分かりませんけども、手の上だとなんか食べやすいんでしょうか。たまちゃん、どうした？たまちゃん、もうちょっと食べるか。はい。食べられるときに食べてこないと。今そらくんに一輪車今日練習したが聞いたらですね、もうかなり自信を持って上手くなったって言ってます。もう今日は夜なんで確認しようがないですけど、また今度の休みの日でもしっかりと私がこの目で見たいと思います。それ近づきすぎだって、映んねえだろうよ。ボケボケになって。ボケてないよ。ドラえもんがそっぽを向いている。